皆さんこんにちは。素晴らしい操縦を行い、厳しい条件下で航空機を扱うパイロットたちを目の当たりにする準備をしてください。航空のエキサイティングな世界を一緒に探検しましょう。シートベルトをひらめて、さあ始めましょう。パイロットは飛行機の2つのエンジンのうちの1つが突然エンジン故障を起こしたため緊急着陸をしました。動画を見ると高度とクリアランスが不十分で結果として墜落してしまいました。5機の航空機がカリフォルニアのハイウェイに不時着し、トラックに衝突した後、火が出ました。レミハエネン空港では飛行機が道路のすぐ上を飛んでいます。衝突は道路だけで発生するわけではありません。この時間は空中レスの始まりに感触だと信号系の不助儀によって発生しました。このような飛行機があなたの家の上を飛んで、すべてのモコが震えるのを想像してみてください。これがエアショの一部であることを知っている人々は、ワラッキです。
Parce qu'elle sent dans この動画の作者は非常にユニークな瞬間を捉えることに成功しました。ラミダが飛行中の航空機に直撃しました。同型によればこの中の衝撃は航空機の飛行時間が3000時間ごとに一度発生します。2020年2月、ハンガリの航空会社の飛行機がバーミンガム空港で緊急着陸する必要がありました。これは虫ヨーロッパが壊滅的なハリケーンシラに浮かわれていた時期に発生しました。カズトンの飛行機がおもちゃのように揺れ動く空の力を見てください。シロトンの巨人による非常に優雅な早朝。この事故はエアバス A330 のサスエンジンがリロ市に爆発したカルシウム国際空港で発生した本当に恐ろしい時間でした。慶運にもパイロットたちはプロフェッショナルが対応をし、正しく動きを止めることができました。超低速での飛行は航空の托学制の頂点の一つです。経験力不なパイロットでさえ笛の強度と方向が突然変わる仕事に対処できないことがあります。この信じられない航空機スーパージャッピーは全球泊リュウジ年代にNASA のニーズに合わせて設計されました。これらの飛行機はわずか武器だけが製造され、そのうちの遺跡は現在も宇宙セクターで活動し、宇宙ステーションに製品を届けています。これは高さ30メートル以上のカモシの設計で、この珍しい航空機の記載方法です。ヘラクレス系のプロペラの動きは、離路中に高圧ゾーンを生成し、火事が薪の出現を引き起こします。
ここでは軍事牽制中のグループフライトが信じられないほどよく組織されている様子を見て取れます。これがボーイングの単価の中下での給油プロセスです。これらの輪は揚力を生成するためにブレードが回転している空気の構造です。これらの輪は空気が非常に尖っているときにより頻繁に見られます。カリブ海のウスガトサン空港は世界で最も着陸が難しい場所の一つと考えられています。滑走路は海岸に対して垂直で市民にビチの上にあります。アプローチパスは非常に華奢であり高度な操縦スキルが要求されますが、景色は素晴らしく、特にパイロットのキャビンからの眺めは素晴らしいです。ここではオーストラリア教訓の粗相機が200万人の都市ブリスベンの上空を飛んでいます。これは年次エアショの一部であり、最も資格があり経験力譜なパイロットだけがこれらのフライトに参議えできるのです。これがどの鼻走路からのリロの様子です。これはパイロットにとって過酷なテストです。ここではクロアチアの森林火災と戦うために動いているターボプロップ機をご覧いただけます。この映像を見るだけでアドレナリンが上がります。さあ、パイロットの気持ちを想像してみてください。パイロットに誠意的なスキルがあると、車陸装置が水上スキーのように変わります。これはヘリコ。
ヘリコプターパイロットが魔法のようなことをできることの別の証拠です。そしてこの亜着率は驚くほど正確です。プロペラの5根が静止しているように見えるため、その瞬間はさらに魔法のようになります。これはカメラのフレームレートが5根の回転周波速と一致するときに起こる興味深い光学効果です。ロケットの打ち上げはどんな花くしをよりも素晴らしいかもしれません。このカンザスシティのスタジアム上空お飛行は民間航空のグルプフライトの世界記録です。合計49機のバンガさんカシム明日。特殊部隊のパイロットたちは別のレベルにいます。これらのパイロットは通常の着陸をしようとした瞬間、突然アラームを聞きました。なぜか航空機の着陸装置が展開されていなかったのです。調律は非常に厳しかったですが、幸運にもパイロットたちは無情でした。一方、飛行機はかなり損傷を受けました。その後、再び飛ぶことができるまでには時間がかかるでしょう。人類は何十歳にも渡り飛ぶことを夢見てきました。この現実に生まれたことは私たちにとって幸運です。